こんばんは、吉本坂46のおうち時間も笑わせろ、始まりました。イエーイ。というわけでございまして、テンションが若干おかしくはございますが、キャプテンの河本です。よろしくお願いいたします。さあ、というわけで、この番組でございますけども、吉本自宅劇場の一環でございまして、今ですね、吉本坂46なかなか稼働できておりませんが、なんとか皆さんをですね、笑顔に、もうとにかく笑顔にしましょうってみんなで考えて、いろんな企画をご用意しております。そんな中、私も、ようやくね、東京の方がですね、段階的ですけども解除、されつつあるんですけども、やっぱまた今日ね、ちょっとこう、人数が伸びちゃったりとか、まあいろいろありますんでね、もうとにもかくにも一回そのこと置いといて、もうとにかく笑顔になりましょうよということでございますので、今日も素敵な吉本坂46の、メンバーをご用意しておりますよ。一体どんな人物が現れるのか、少々お待ちを。さあ、前半組はこのメンバーです。こんばんは、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。一人ずつ自己紹介をどうぞ。はい、じゃあ、てっちゃんから。はい。榊原哲です。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。シングル。どうも、ひゃーっと、宮本の田中シングルでーす。お願いします。続いて、シュンピ。はい、医者芸人のシュンシュンクリニックピーです。よろしくお願いします。さあ、続いて、キョンちゃん。はい、ラフレクランのエブリーデーのキナリキキキョンです。こんばんは。お願いします。お願いします。さあ、最後はマチャキ。エグスプロージョンのマチャキでございます。よろしくお願いいたします。マチャニー、マチャニー、どうも。さあ、というわけでございまして、このメンバーが今回前半組なんですけども、はいはいはい、なぜこのメンバーが選ばれたんでしょうか。わかる方いますかね。もしかして、はい、新婚ですか。こら、呼んでこい。こらってやめてこら、こらってやめてください。リポポ呼んでください。リポポいるでしょ。もうちょっと全員共通してるやつ言ってください。あ、わかりました、わかりました。はい、キョンちゃん、これもしかして韓国ドラマの影響で髪型を短くしたっていう。ゼロイな。ゼロイだけ。テボン君。テッちゃん。テッちゃんと私のキョンちゃんだけですもん。やりましたけど。はい、あ、違います。違いますよ。何すか。まあ、男前のメンバーが揃っているんですが、韓国は違いましてですね、今日はなんと、はいはい、ちょっとこちらを使ったコーナーをやりたいと思います。髪の毛、短い髪の毛を使って髪の毛じゃないんで、髪の毛短い髪アクセロイじゃなくて、すいません。頭を使った企画をご用意いたしました。わあ、やべえ。題しまして、はい、吉本坂46秀才チームカルトクイズ大会。わー、イエーイ。怖ー。違う、キョンさん。キョン違うでしょ。キョンさんめちゃくちゃ。ちょっと間違い、何間違い。キョンは違いますよね。なんでいるんですか。ちょっと違いますね。そうですよね。はいはい、ちょっとね、違いますけども、はい、こちらですね、はい、吉本坂46売れるまでの全記録というのがシーズン2ありましたけども、そちらで選抜 VS レッド、この戦いを、テストでこう戦って得点の高いチームがというような企画をやったのを覚えてますか。はいはいはい。はい、もちろん覚えてます。はい。はい。覚えてますよ。で、はい、その結果、うん、まあ、レッドが圧勝はしたんですが、うん、今日はですね、ラフレクランの西村君が総合、本当は3位だったんですけども、そうなんです、うん。スケジュールの都合でどうしてもこの時間出れないということで、はい、相方のきょんちゃん。おい、どうでしょう。いや、何人か全然役にならん。出られへんのに、キョンさん出れるもっといたんじゃないですか、ヒデボーさんとか。ガラキさんとかね、いたのに。はい、ガラキでしたよ。どういうコンビなの。なんと、キョンちゃんはですね、前回ですね、
はいはい、下から3番目でございました。あ、ミスだね。この印象ですもん。全然相手にならないですよ。どうしたんですか。下から数えたらトップ3なんで、グッと変えたら全然変わらないですよ。何を言ってる。変わりますよ。大丈夫ですか。革命みたいなのないから、そんな。今回はもうチーム戦じゃないですから、あくまでも個人戦ですから。はいはい、なるほど。あ、なるほど。なるほど。じゃあ、このメンバーの中で1位決めますから。いや、もう、河本さん、いいですか、河本さん。はい、なんでしょう。いや、このヒデボーさんとラフレクラン、ニックいなかったら、みんなカスですよ。はい、僕以外。おい、おい、なめんな。おい、お医者さん。いや、それはさ、お医者さんはそりゃそうよ。うん、いや、それはお医者さんは当たり前ですよ、それはもう。それは当たり前よね、間違いね。いや、そうですよ、そうですよ。そうでもないよ、てっちゃんと町明は別にそこまで離れてもないし、俊平とそんな変わりないですよ。あ、マジっすか。シングルもその下にすぐいるし。あら。問題だから、きょんちゃんだけ。ああ、もう相手にしちゃってるから。はい。ここで俺がギャフンと、もしかしたら俺が本当に得意分野が来たとしたら、ギャフンと言われるチャンスってことですよね。ギャフンと言われる。そうそう、言わせるチャンス。言わせるチャンス。言わせちゃうんです。言われる。まあ、近い。言われるチャンス。おっさおっさこれ、勉強的な問題ですか？もちろんです。おぉ、なんか、大得意です。今日か。今日か。だから、今日もさ、社会だけめっちゃ強いとかあるかもしれないよ。はい、そうです。僕、英語、ね、俺、クモン行ってたんで。おお、数学だ。はい、確かにね、今日か、こちら点数出てるんですけど、きょんちゃんは、理数以外は全部一桁なんですよ、点数が。クモンが生きてます。でも、理数だけは二桁ありますんで。おお、理数が来たらいいんですね、こうなったら。いや、これに負けたら相当よ。もうずっとバカにしますから、僕は。確かに、きょんちゃんに負けたらとってないことになるで。確かに。それ恥ずかしい。そうですね。それ恥ずかしいんですよね。気をつけてください。まずは私の方からクイズを出題します。はい、シンキングタイムスタートという合図を聞きましたら、皆さんお手元にある、紙、ペンをご用意していただいて書いていただきます。30秒でございます。はい、うわ、マジか。で、30秒で、ゴング鳴りまして、私が一斉にオープンって言ったら、カメラの前に答えを出してください。はい。はい。はい、よろしいでしょうか。わかりました。シングルさん、シングルさん。はいはい。いや、シングルさん。何でしょうか。フリップご用意してくださいってお願いしたんですか。ダンボールですか。ダンボール。ちゃんといっぱい持ってきました、ダンボール。紙いっぱい持ってこいよ。紙を。家に紙がない時点でもうダメですね。はい。家に紙でやっぱ勉強しますもん、やっぱり。苦労してんだな、シングル。してないっすそうです、ダンボールで生活してるの。さあ、それでは皆さん、この、メンバーの中で1位を取れるようにというのも、当然なんでございますけども、当時の選抜チームは1人も入っておりません。やっぱりレッドのチームがですね、相当優秀だったということが分かるんですけども、早速参りたいと思います。まずは国語の問題から参りましょう。問題。うわちゃんとした勉強か。ほんまだ。仏の顔も三度まで。では、はい、地獄の沙汰も何でしょうか。お書きください。どうぞ。と待って。うわ、何だっけそれ。仏の顔も三度まで。ちょっと待ってください。地獄の沙汰も仏の顔も三度まで。わあ。きょんちゃん、リズムリズム。きょんちゃん、リズムリズム。そうですね。地獄の沙汰も三度まで。地獄の顔も沙汰沙汰。沙汰も。え難しい。誰かガスコンロ炊いてます？違います。何の全然火ついてないじゃないですか。もたついてますね。だとしたら。ガス代払ってない。え終了。嘘。え、やばい。わかんない。シングル終了。はよ、買いとかな、シングル。そうですね。結局グラサンで見えへんねやなと思う。まあ5月だ。まちあきかけましたか？一応かけましたけど。さあ皆さんよろしいでしょうか？オッケー。はい。オッケーです。はい。オッケー。オッケー。じゃあ行きますよ。参りましょう。仏の顔も三度まで。では地獄の沙汰も何でしょうか？フリップお出しください。せーの、ドン。
最悪。ちょっと危ない。危ない。ちょっとみんな、てっちゃん見て、てっちゃん。何どういうこと？いや、あれです。一度までとかそういう意味だったと思ってんで、何度までの何を入れるのかと思っちゃって、一度までやと思ってました。地獄の沙汰もって言ってんのに、一はい。いや地獄の沙汰もかもしれないです、確か。地獄の沙汰 もう、はい。シングルはもう分からんから 8.6 ね、地獄の沙汰も 8.6。ちょっと数字かなと思って、あとはユーモア。はい、地獄の沙汰も鬼知らずって書いてますよ、町明は。いや、なんかもうそれっぽい、5文字だなと思ったんで、適当に書きましたもん。はい、いや、僕も。あ、きょんちゃんも。はい、5文字だなと思いました。突き当たり、地獄の沙汰も。だ結局その地獄の先はないぞだからやめときなさいってことかと思ってあもうその先が突き当たりですよとそうですそうですだ意味だから得点は結構高いんじゃないかな間違ってますけど多分何言ってんいやだもう間違ってんの分かってまいりましょう正解は地獄の沙汰も金次第はいありがとうございますマジだよわマジすごい聞いたことないっすわ何これないちょっと世代が違うんちゃいますかおじさんとかおじさんやからさ。おじさん世代が習う問題ですよ。マチャさんの方は上だし、俺より。キングヌーとか、そういう世代とかじゃないんで。そういう世代じゃない。いや、これは結構小学、小学世代ではないでしょうか。結構、言っとくけど、これ、1問目の問題ですから。これ、もうちょっと簡単なのあったでしょ、レベルですか、全部。じゃあ、わかりました。わかんないじゃん、みんな。もうちょっと簡単なやつ。俊平さんの独壇場やで、これ。恥ずかしいわ、もうこれ。みんな、今日、続いての問題。みんな、今日、お前。関数字の、それこそ、てっちゃんじゃないけど、関数字の1、関数字の1が、2つ含まれる、ほんのわずかな期間という意味の四字熟語は何でしょうかお書きください。どうぞ。俊平早い。あいや、これは、もう一度、もう一度お願いしていいですかはい。関数字の1が2つ含まれるほんのわずかな期間という意味の四字熟語をお書きください。ほんのわずかな期間。きょんちゃん。はい、それしかもう四字熟語、四字熟語。はい。4つのあれですよね、4つ例の。はい。4つの例のね。例の。これしかないわ。間違いない。早いね。間違いない。間違いない。ええ。多分これしかないわって言ってますよ。てっちゃん。うわ。いや、なんだろう。難しい。でも、昔思い出しますね。これでよくお風呂耐えたんですよ。終了です。参りましょう。ならない。関数字の1が2つ含まれてればいいんです。ってことは絶対、まずどんなに分からなくても1は2つ入れましょうよ。2つ入ってるってことです。なるほど。ああ、いや、そうですね。はい。てっちゃん、1つしか書かへんからな。ほんのわずか、ほんのわずかな期間という意味の四字熟語は何でしょう。参りましょう。せーの、ドン。うわぁ。意味が違う。やば。なので。うわあ、そっか。そっか。なるほどな。でもね、これもみんな偉い。みんなとにかく関数字の1をやってるからね。一朝一夕、一朝一短、一期一会、一発一発、なんですか。一発っていうなんかその字も違うんですよ。その紙という字も違うんです。マジっすか。衣じゃないです。一発一発って一応読みますけど、春日のやつ聞きましょうね。ちょっとごめん、正直分かんなくて、何て言いますか？いちいち実実。いちいち実実、どういう意味ですか？分かんないですけど、短いっていうことで、まあ、一日、短い日っていうことで、ちょっと日にちの日を書かせていただきました。それ自分で作ったんですか？自分で作りました。関数字の1って言ってんじゃん。バカ賢いからさ。なんか賢いからさ。マジでキョンに言われるのだけはマジムカつくわ、ちょっと。でも、ここクリアしてる。これはキョン正解だわ。そうそうそう。キョンに言われてるわ。いきましょう。正解いきますよ。正解は、はい。一朝一夕。いや、そう。
そうだよな。シングル正解。そうだよな。いらっしゃい。わかるんだけど、くっそ。かっこいいな、正解すると。いいな。うわ、正解して。めっちゃ気持ちいいっすよ、正解。気持ちいいね。これ気持ちいい。お前、段ボールにちょっと大きく書きすぎたら、お前、あと 2回ぐらい使われ。そうなんですよ。ちょっと配分間違えました、段ボール。そう、相手は英語の問題いきます。よっしゃー、間違えられない。間違えられない。英語の問題。形容詞。famous。famous。まあ、意味としては、有名なということでございます。はい、の、最上級は何でしょうか、お書きください。うわ、もう全然やってないわ、こんなの。なんか聞いたことあるな。マジあかん。いやこれでね、昭和の時代はみんなお風呂炊いてたんですよ。こういう音をしてね、なんとかでそのそういうことだったんですね。いやー、なんだ、最上級、最上級、ちょっと、あの、正直、町秋、はい、絶対正解してよ。俺、マジで英語ダメっすよ。俺、本当ダメなんですよ、もう。いや、ちょっと、町秋とか、てっちゃんとかがやっぱ正解、はい、英語はなんか正解するイメージじゃない。フェイマスが最上級だよ。フェイマスの最上級。最上級。最上級がもうそのまんまになっちゃう。そうっすね。いや、なんだっけ、いや、習ってない。なんかある。これ多分習ってないよ。習ってないことはない。習ってる。みんな習ってません。いきますよ。フェイマスの最上級は何でしょう。せーの、ドン。来い。いや、てっちゃんと一緒よ。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。マジで？おっしゃ、キャンも一緒かい。知んないです。え、でもてっちゃんって帰国してるじゃないですか。てっちゃん、なんて読むの？フェイメスって、あれです、あの、なんですか、あの、ベストみたいなやつです。フェイメスって。はい、フェイメスです。てっちゃん、帰国子女ちゃいましたっけ？帰国子女ですけど。これは恥ずかしいね、間違った。ほんと間違った、めっちゃ恥ずいですよ、ほんそれどういう、だからさ、俺キョンが一緒だから安心できないもん。てっちゃんフェイメス、はい、クモ言ってたんで、なんか最上級は EST つけるってすごい耳に、まあ確かにね、そうですよね、はいはいはい、それもありましたけどね、それ教えてもらった。卓球が ER ね。フェイメス、フェイメス、フェイマ、フェイメー、フェイメスとフェイマ、フェイメー。これはしゅんちゃんは何ですか？ちょっとあのモースト、モアモーストがつく場合の比較級と、あの、ああ ER と EST がつく比較級のちょっと2つに分かれるんですよ、比較級って。はい、はい、はい。私はモーストフェイマスって思ったんですけど、僕そっちでいきます。今、フェイマストって言葉がなんかあったような気がしちゃって。ホーム、ホーマー、ホーメストです。それあの、うわ、それホーム、ホーマー、ホーメストだ。そのまま言うなよ。何や、その楽して。ちょっと待って、多分そうだ。自粛期間でめっちゃ楽して。正解いきましょう。やっぱやってもうた。え、これやばい。お見事シングル、モーストフェイマス。やっと思ったわ、これ。そうなの、これは。うわ、やばい、やったー。やっぱ、そうか。引っ掛け問題ですよね。これ引っ掛けね。ですよね。受けたのかい。俺は知らん。ホームしかし、ちょっと、きょんちゃんと同じ答え出してる二人、まずいっすよ。やったですね。ようこそ、共演。ようこそ、共演。いや、これはてっちゃんの方を攻め、これてっちゃんの方を攻めてくださいよ、これは。やっちゃん、結構ひどいっすよ。これはやった。てっちゃんが悪いね。てっちゃんまずいよ。これはやりましたね、マジで。本当に。てっちゃんはやばい。僕史上嘘ですね。もう一問英語いきます。はい、はい。やばいな。絶対正解せなか。語学はあかん、語学はもう。英語のことわざの問題。It is no use crying over street meal。じゃあ、日本語に訳すと何でしょうか？ちょっと待って。ちょっと、おもさん、ふざけないでください。ふざけてません。もう一回ください、もう一回。It is you crying over spirit meal。 新品だけ分かってるんですよね、マジで。え、すごい。まあまあ、あの、楽しみにしてください。 It is no use crying over spirit meal。 ことわざ、日本語に訳すと何？ It is no use crying over spirit milk。
あっと、しゅんちゃんがこれは、やっとミルクがわからんな。おっと、後ろからリポポ登場か。しないわ。なに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 、わかんない。リポポ聞いてんやろ、出てこい。ヤクザ、極道じゃないですか、やめてください。さあ、ちょっと待ってください。わあ。大量の町明が汗をかいております。英語は苦手ときた。キョンキャンと今のとこ一緒ですよ。やばいやばいやばい、ほんまにわからない。でも単語はちょっと聞き取れたんですよ。聞き取れ意味は、うん、俺ことわざもわかんないんで、意味はこれな気がします。意味はことわざがわからんな。いや、わかんないよ。もうわけわからん。本当にわかんないですわ。ダメだ。わからん答えになっちゃった。ダメだ。いくよ。参ります。It is no use crying over spilt milk。日本語のことわざ、日本語に訳すと何？せーの、ドン。あ、俊平すごいわ。ああ、すごい。町明、町明の答え見てください。トゥモローですか、それ。なんかそう、なんか泣いてたし、それ乗り越えていこうみたいなことだから、オーバーだから意味はこういうことじゃないですか。う、ね、違うの、違うの、ちょっと待って、涙の数だけ強く、意味は自信あったんだけど俺これ。なるほどね。てっちゃん、分を超えろ。はい、すごいな。もう略して略して略してです、本当に。略して略して自分を超えろ、はい、シングル、はい、それは泣くための半分牛乳。なんかスプリットみたいな、なんかそんな間違い。うん、スピリットって言ったね、スピリット。はい、見ると。牛の乳にも超えるものというのは何でしょうか。いや、僕も、いや、僕も聞きたいぐらいなんですけど、なんかその略したら、なんかその、その当時すごく牛の牛乳があの評価されてたけど、それよりもいいものはこの先あるよっていう。ああ、そういう意味って。あったらいいなっていうの。いやー、難しいわ。チュンピー、お見事、複数本に帰らず正解。ありがとうございます。すごい、マジで。どういう意味ですか、複数本に帰らず。初めて聞いたよ。これはこぼれてしまったミルクはもう、戻し、はい、もう戻せないみたいな意味ですね。頭いいな、マジで。頭いい、本当に頭いい。僕も正直ことわざの時点で多分これだろうなって思いました。早すぎる。すごい早っ、クイズ王みたいな答え方してるやん。すごいな。今のとこ、きょんちゃんももちろんちょっと残念なんですけど、他のてっちゃんとまちあきも結構、いや、もう分からないですね。これ、まちあきさんやばい。てっちゃんが一番やばいですからね。まあ、てっちゃんやばい。まちゃも、まちゃもやばいっすよ。俺は苦手なのよ。俺は本当苦手なのよ。数学いきましょう。いや、ここは任せて。B やん、これ。円グラフ。円グラフで 25% を占めるとき、扇の中心は角度にすると何度になりますか。円グラフで 25% を占めるとき、扇の中心は角度にすると何度になりますか。参りましょう。こんなシンキングタイムスタート。いつも簡単じゃない。いや、ダーンじゃないんだよ。ダーンじゃないんだよ。せめて1ポイント取りたい。ダーンの時はせーので出す時の音だろう。立花はまた間違えたの。もう何回間違えるんだよ。じゃーん。じゃーんじゃない。もう出さなきゃいけない。25% ですね。25%。25%。閉める時の。これは簡単ですよね。これ簡単よね。角度ですよね。これ楽。なんか変な間違いじゃなくて。参りましょうか。円グラフで 25% 占めるときの扇の中心は角度にすると何度になりますか。参りましょう。答え、オープン。でん。はい。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。90度、90度。よっしゃ、マキャは？マキャは？あ、90度です。90、90、90、90、シングル45。完全に分かってたのに。まずあんな簡単って言って。正解は90度っぷり。うわ、よし、よっしゃー、うわー、ほっとしたわ。ひとまずほっとした。僕分かった。90って書く癖あるんですよ、昔から。だって今日の円グラフ意味分かんなくないですか、これ。何それ。ミカの断面。
だから、ヒョンさんが45やん、それ。ちょっと頑張って考えるこの姿勢ですよ。さっきあの1って変なの書いたんだから、ごちゃごちゃ言うなよ。俺か。俺か。さあ、続いていきましょう。続いても数学の問題、こちら。いやー、もう一個。違えた。よっさ。よし、よく聞いてください。はい。はい。身長が154センチ、166センチ、175センチ、3人の平均身長を求めよ。え？もう一回言ってください。はい。身長が154センチ、166センチ、175センチの3人の平均身長を求めよ。シンキングタイムスタート。154センチ、166センチ、175センチですか。はい。154センチ。154、166、175ということでございますね。はい。ちょうど、これがですね、くしくも、矢口真理、そして、矢口真理ちゃんと、そして誰ですかね、中澤姉さん、そして飯田香織、この3人で飯田香織さんですか。本当ですか。はい、数学3人の平均を求めよ。はい、ぴょんちゃん大丈夫、数学得意やもんね。数字は書きました。参りましょう。3人の平均、せーの、ドン。これいけるでしょう。165、165、165。ああ、マジか。148。1人だけ池のメダカさんと同じ身長が。正解は165センチ。ぴょんちゃん、どうやったの、計算みんなに見せてごらんよ。いや、まず175。一応175から164引いたんですよ。166ですよ。そもそも。ちょっとまずその時点で間違ってました。すみません。にしてもです。にしても148なんか出てこない。いや、もうわかんねえや、俺。わかりました。ダメだ。きょんちゃんの一番得意な理科いきます。よっしゃ。理科は俺もいけるかな。理科の問題。か。簡単だったな、でも数学は。数学は NG なのよ、こっちは。いきます。ダイヤモンドを構成する元素は炭素です。はい、では、ルビー、サファイア、主にどんな元素からできていますか。いや、これだからちょっと問題のレベルが全然違いますな。強弱がすごい。なんだこれ。立場なちょっと、いい具合の問題じゃないと盛り上がらないのよ、立場さ。今、ダイヤモンドくらいでよかったのに、もう。ダイヤモンドは炭素。そうっすよね、はい。ルビー、サファイアは何って言ってる。さあ、参りましょう。シンキングダイスター。全くわかんない。これは難しい。しい。あいやいや、お魚タイム。謎の。うわー、これ実はチやろ。チョコなんですよ、中身。すげえ。うわ、チョコなんだ。うわ、もう分からんわ、これ。分からんわ、これは。これは分からんわ。ダイヤモンドは炭素。では、ルビー、サファイアは何と。あ、これはむずいな。これは結構難しい。これ、でも答えられたらファンの方はものすごいテンション上がると思います。うわぁ。参りましょう。せーの、ドン。てっちゃん、鉄。はい。シュンピー、ケイソ。シングルが、バナジュー。クロムみたいな。クロムハーツ。で、きょんちゃんはそれ何ですか？ AG です。いや、AG じゃない。AG じゃない。それ何ですか？AG なんですけど。AG ってなんかありませんでしたっけ？いや、AG あります。AG ありますけど、それが何か教えてくれないと。
アンモナイト。化石？化石？化石出てきた。確かに G がちょっとアンモナイト。アンモなんか、あ、あんな、なんかの、あれなんだろう、AG。僕はとりあえず AG でお願いします。マキャ。はい。炭素、炭素です。あの、ダイヤモンドと一緒の鉱物あったような気がしたんですよ。なんとなくです、記憶です。だからこれをわざわざクイズにして引っ掛けた。あ、ちょっとやだな。ダイヤも炭素だけど、ルビーとサファイアも炭素なんだということで。かなと思って。参りましょう。正解は、アルミニウム。惜しい。わからない。勉強になりました。ドキドキしちゃった今。バナジウムってな。バナジウムとか書くのやめて、本当に。なんか聞いたことありません。あるけど。聞いたことあると全部書こうと思って。でも理科の問題参りましょう。こちら。はい、わあ、難しい。むずいな。海岸地方で、朝と夕方の1日2回、陸の風と海の風が入れ替わるときに風が止み、波が穏やかになる現象を何と言いますか？海岸地方で朝と夕方の1日2回。難しすぎるな。もう一回。陸と海の風が入れ替わるときに風が止み、波が穏やかになる現象を何と言うでしょうか？お書きください。うわー、なんか数学と全然違うな。全然違う数学だった、マジで。穏やかになるって。穏やか。遅いぞ、橘。カチカチカチさせんのが。それ、その状態のことですかね。波が穏やかになる現象のことを何と言うでしょうか。現象か。穏やかになる。現象。これだって。本当にやばい。はい、いや、もう本当にわかんないです、これ。てっちゃん、きょんちゃんよりやばいよ。だいぶもうバカにできないのよ。やば。参りましょう。これはむずいわ。海岸地方で朝と夕方の1日2回、陸と海の風入れ替わるときに風が止み、波が穏やかになる現象なんというか、参りましょう。せーの、ドン。この現象しかわかんねえ。電現象、現象、そしててっちゃんが緩和、はい、町明は渚、きょんちゃんがドーナツ感、それは違うのわかる。そしてシングルがなぎ。なぎ、まあ国語みたいな答え方しちゃいました。正解はなぎ。マジすごい。何ことなんですか、なぎ。なぎって何ですか、どういうことですか。国語的に言われました、僕。賢。なぎというのは風が止んで波が穏やかになる現象のことをなぎって言うんですよ。だから、あの漢字がそのままなってるんですね。風が止まると書くでしょ。確かに。いや、賢いな。シングルがむしゃくしゃ賢い。やばい、すごい。続いて、社会の問題参りましょう。社会。やべえ。ネットフリックス。愛の不時着。おっしゃ。で、話題。一話しか見てない。韓国と北朝鮮の関係ですが、2カ国の分裂が決定的となった1950年に勃発した朝鮮戦争の停戦協定が1953年に結ばれた場所はどこでしょうか。お書きください。うわ、何これ。だな。場所？都市名ってこと？思い出す。間ぐらいでしょ。全然分からん。今なんかシングル言いましたよ。間。松明、愛の不時着見た？1話です。ああ、一緒。その時に何かしら覚えてたら出てきませんか？出てきたっけ？いや、流し見ちゃったのかな。愛の不時着の1話、なんとなくここら辺のものが出てきましたよ。ここは有名になった場所、あのトランプ大統領と今のキム・ジョンウンも、こちらの方でというようなことでもない。
さあ皆さん一斉に答えを出してもらいましょう。どん。わからん。わからん。いやもうピョンヤン。町明は、完全に北朝鮮側の方でやりましょうと。ね、ピョンヤンだったら、もう韓国の人たちは全員ピョンヤンに来てください。逆にてっちゃんは、いや、韓国に来いと、プサン。韓国に来てください。どっちかに来てください。そして、春ピーは、北韓韓と書いてますけど。ただ、言葉作っていくのね。ちょっと間がヒントって出たんで、まあ。そうですね。はい。はい、シングルもそれ同じで、限界域、はい、要は北と南のちょうど。出てきましたよね、不時着の時、ね、はい。で、きょんちゃんが北緯38度。これ結構出てきたんですよ、まさにきょんちゃん。いや、そこなんそこ。このメンバーの中で一番惜しいのはきょんちゃん。ああ、よっしゃ、なんか見てるドラマを。その名前を言ってほしかったんですね、そこにある。名前、きょんさん、まだ間に合う、名前、そこの。うわー、これはだって分裂の線ですもんね、国境ですもんね、これは、うん、これはそうです。井戸答えてもダメですよ、今日。ダメだ、地名じゃない。いけるいける、そういうこと。地名でってことですよね。ポサポン惜しい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 。待って出てきてるんでしょ、見たんでしょ、キョンさん。そう、あの、結構発展したとこかな。ポ3分。あ、惜しい。ポ3。残念。え、正解はパンムンジョム。あ、日本語、日本語で半門天でございます。あ、そうだ。あ、そうなんだ。異変のあの板の門のお店と書いて半門店という。あ、ね、9000円メダーのあるような。難しい、勉強しましたね、この中でいったら。今両方の言葉聞こえなかった。京さんも両方、ま、全く2人ともがパチンと優先と両方聞こえなかった。てっちゃんと。さあ続きいきましょう。次も社会の問題です、こちら。あれ、これじゃん、こちら。立花さん全然出えへんな。立花さんこちら笑ってるよ、立花が。マイクオンにして、デデンって言え。マイクオンにして、デデンって言えよ。口で言ってください、もう立花さん、デデンって。進まないよ、クイズが。さあ、途中経過、今9問終わりまして、春ピーが4問、てっちゃんが2問、マチャが2問、シングルが4問、きょんちゃん1問ということでございます。さあ、ここで優勝者が決まります。最終問題はこちら。最終問題わあ、これ当てたい。室町幕府の将軍でありながら文化面での功績が大きかった足利義政、応仁の乱収束後造営に取り掛かったのだが、私もわかりません。自称寺でございました。この中心をなす建物が観音殿、1階にはこれ誰がこんな問題を。本当っすね。これ普通のファン、まあ、ちょっといいの。ファンの人がこれ喜ぶのかね。応仁の乱。数学簡単すぎたしな、もう。自分のやつをひけらかしたいだけなんです。応仁の乱収束後、なるほど。造営に取り掛かったのが自称寺でした。この中心をなす建物が観音殿。1階には千体地蔵。2階には観音像が祀られていますが、一般的にこの建物は何と呼ばれているでしょうか。はぁ、お書きください、どうぞ。やってんな、立花さん。僕これ知ってるんですよってアピールしてるでしょ、立花さんが。うわぁ。立花さん、問題作るの下手だな。やば。下手すぎ。デデンも出さないし。観音。ジュリちゃんからいただきました。レッドのイケメンばかりですね。古由美ちゃん、今日はイケメン会ですね。ラブリー単語はレッドメンバーだ。いっぱい来ております。ありがとうございます。
もう知ってるの。これで最後の問題やの。やだな、なんか。最後です。ちなみに、しゅんちゃんが4、てっちゃん2、まちゃん2、シングル4、きょんが1ですから、こちら、正解した方には5ポイント。マジっすか。きょんさんに勝ち目ある。いい役だ。シャレにならんですよ、マジで。いや本当シャレにならんですよ、マジで。ちょっとその牛の乳とか言ってるやつに負けたくないっすよ。あ、奇跡起きろ。お前、いちいち、実実って言ってた。ちょっとそれはダメですよ。いくよ。一般的にこの建物を何と呼ばれているんでしょうか。答えを一斉にどうぞ。はい、シングル観音寺。マチャが銀閣寺。え、すごい、みんな銀閣寺。ネコンちゃん銀閣寺。やばいやばい。俊ピーも銀閣寺。はい。てっちゃんが33観堂。33元堂。はい。33元堂と出ました。この中に正解あるんでしょうか。正解は銀閣寺。あ、そうですよね。おい、よっしゃ。銀閣寺ですか。よっしゃ。よっしゃ。負けた負けた。やば。やば。2位。2位。イエーイ。コードさん。よかった。きょんちゃんがやった。ミラクル。ちょっとてっちゃん、きょんさんに負けたってこと？俺ビリっすよ。銀閣寺か、銀閣寺。うん。でこれティッシュ、これ下にあったんですけど、ここに下に。で、どちらにしようかなってやって、銀閣寺だって。うわ、すげえ素晴らしい。ティッシュの神様。すげえ。というわけで、出ました結果、てっちゃんが2ポイント、シングル4ポイント、きょんちゃん6ポイント、まちゃが7ポイント、優勝はしゅんぴー。ありがとうございます。すごい。すごい。すごいわ。すごい、マジで。やりました。すごいわ。俊平危なかった。ここ間違えてたら優勝がもうガラッと変わって間違えた。キョンですもんね、間違えたら本当よかった。わくそー。あと俊平間違えてたら優勝キョンだった。危なかった。これはもう絶対ダメなんで。よかった。てっちゃん、笑い事じゃないよ、あなた。いや、本当にそうなんですよね。あなた、英語2問とも間違えたよ。はい、間違えました。だから帰国子女っても言ったらダメですよ。やば。どこの帰国子女なんですか。さあ、というわけでございまして、イケメン軍団によります、楽しい楽しいクイズ大会でございました。よっしゃ。メンバーの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お待たせ、後半組はこのメンバー。お願いします。お願いします。どうも、よろしくお願いします。お願いします。2期生から自己紹介をお願いします。はい、吉本坂46 2期生 HBDA 1期生の藤森蓮華です。よろしくお願いします。はい、よっ。さあ、続きまして。はい、吉本坂2期生の吉本スタッフのカバさんまどかです。お願いします。お願いします。さあ、続いて池ちゃん。はい、吉本坂46チームレッドレインボーイケルズよろスイーツ。はい。さあ、続いてのんちゃん。はい、吉本坂46レッドのあのんのんのんのあのんです。あのんちゃん。さあ、最後はカナダさん。どうも、はじめまして。ショールーム初めて出させていただきます。愛知県は三河国田原出身、愛知県田原市ふるさと大使のカナダサトシと申します。チース、よろしくお願いします。はい、さあ、カナダさんはちょっとね、お酒飲んでるということで、ちょっと待ってください。そうなんですか。あの、いやいや、何ですか、飲んでます。僕飲んでないですか。いや、まあ、あの、ちょっとこの蜂蜜ジュースというか、あの、喉が今ちょっと乾燥で。はい。やられちゃってるからですね。はい、喉が乾燥でやられちゃってるんで、ちょっとあの、蜂蜜ジュースをいただいております。今日はいただいておるということで。あ、すいません。はい。このメンバーでお送りしたいんですが、なんと今日は1期生と2期生とぐちゃーっとなって、みんなで楽しんでいただきたいと思いましてですね。はい。はい。本当にびっくりしますけど、こういう企画もあるんだという企画をご用意いたしました。はい。名付けて、
カバサワマドカの創作ダンスクイズ。そういう企画もあるんだ。すごい企画ですね。すごい。これね、池ちゃん、はい、あるんですよ、こういう企画も。いや、マジさっきまでのクイズ見てて何も答えられなくて驚愕してたんですけど、ちょっと安心はしましたね。確かに創作ダンスのクイズなんですけども、はい、これカバサワ、これ どういうクイズなんですか。要は、まあ、私特技が創作ダンスなんですよ。ダンスを本格的にやられてる方がいらっしゃる前で言うのも。そうよ。ですけど、全然。そう、高校生の時に創作ダンスやってて、うん、なんかその自分の思いとか、風景とか、なんかいろんなテーマをダンスに体で表現するみたいなことをしてたんです。なるほど。はい、それをちょっと今日は皆様に何を表現してるか当ててもらおうっていう。なるほど。いいっすね。あの、昨日も密着で、あの、深いですか、見ましたよ。ありがとうございます。すごいっすよね。見てください。前に。見てください。そうですよ。ありがとうございます。見てました。もうその時もね、結構ダンスしてたんですよ。みんなバーっと、みんなの前で。はい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 。うん。どうでした？と結構ね、あの、樺沢さんがみんなとこう、なかなか、こう、喋る機会も今ないじゃないですか。コロナの影響で。で、さらにあの、出身が、出がですね、社員からアイドルだから、なかなかこう、自分の中でも気持ちの整理がつかないから、あの、樺沢がですね、みんなには、やっぱりこう、樺沢さんって呼ばれると、ちょっと社員の、やっぱこう、モードにも変わっちゃう感じがするんですよ。だから、あの、みんなで今日は何か、あの、樺沢まどかをどういうふうに呼んであげたらいいか、みんなでちょっとだけ先に考えて、その名前を言ってあげた方がいいかなと思ってまして。うん、確かになんかアイドルっぽい名前いいですよね。あ、そう、池ちゃん、そういうことよ。はいはい。ぜひぜひ。どんなんがいいかね。まどるん。かわいい。まどるん。かわいいですね。かわいい。あのちゃん、うまいね。いいです。あ、電源？マドルンどう？マドルンとてもいいと思います。ねえ、かわいいね。イケちゃん、かわいい。イケちゃん他ありますか、候補。マドカマドカってどうでしょう。あ、マドカマドカ、マドカマギカみたいなね。マドカマドカ、なるほど。マドマギみたいな感じで、マドカマドカ、マドマドちゃんみたいなね。あ、はいはいはい、いいですね。マドルン、マドカマドカ。カナさんどうでしょうか。あ、いいですね、マドマドちゃん。カナさんどうですか。あの、カバサマドカなんで、坂本龍馬っていうのはどうでしょう。本当。ヒロやん。なんでしょう。はい。なんでしょうかって聞いてるんです。なんでしょうか。カバサマドカなんで、なんかこう思い切ってこう。坂本龍馬っていうのはどうかなと思いました。あ、それじゃあちょっと提案してみましょう。坂本龍馬、まどかまどか、まどるん、どれがいいですか、まどかさん。あの、ちょっと河本さん、はい。はい。何でしょう。はい、はい、大丈夫ですよ。はい。いや、カナダさんの番です。何でしょう。あ、あの、一応、たまたまなんかこう、坂本龍馬の絵があったので、ちょっとこう、思い切って言ってみたんですが、うん、いいんじゃないですか。カバサワ龍馬とかいいですよね。はい、いいですか。はい。でも決めるのはまどかさんですから。そうですね。うん、もう坂本龍馬でいいですって言われたらもうそれで決め、龍馬って呼ぶしかないですよ。そうですね。そうなったらもう龍馬って呼ぶしかないんでね。はい。カバサワさん何がいいですか。むずいむずいむずい。マドルンで。マドルンね。マドルン。はい、行きましょう。マドルンで行きましょう。マドルン。マドルン。決まりました。窓辺のマドルン。はい、いいですね。窓辺のマドルン。窓辺のマドルン。窓辺どっから出てきた。窓辺はどっから出てきた。どっから来た。至ってシンプルです、このクイズ。はい。マドルンがとにもかくにも踊ります。うん。はい。それは何を自分の中で入れ込んだ踊りなんでしょうか。要はタイトルがあるわけですね。テーマが決まってるわけです、彼女。はい。それをみんなで当てていただくというシンプル、本当にシンプルでございます。これ踊りを見たら分かりますから。はい。マドルン。はい。
はいって、なんで池ちゃんがマドルンではいって言ってましたね、僕。あれ、僕らもしかしたら声似てるんかもしれないぞ。あ、でも高さ確かに低いから、私。さあ、マドルン、準備、はい、ちょっとあの自分の中でテーマを入れ込んで、準備ができましたら私に教えてくださいね。はい、準備。これもう、至って簡単でございますんでね。今ちょっと、もう、とにもかくにも。はい。お、紙、お。創作ダンス、即興みたいなとこもあって。思いつきでバンってやるんですよ。うん、だから今思いついた。すごいな、天才です、ね。すごいっすね。これって、テーマ、あの、何を表現してるか当てるんですよね。わかりました。じゃあ、はい。はい。お願いします。ねえ、カナダさん、いいですよね。このやっぱり、あの、感性っていうの、この、吉本に必要じゃないですか、特に。準備大丈夫でしょうか？コムさん、あの、ちょっとあの、今、感性について、あの、言ってた、なんか、電波のあれですかね。ちょっと僕もショールーム初めてなんで、今、なんかバッティングしたのかなっていう感じ。はい。違うんですよ。私ですね。はい。こちらで、仕切りをしながら、指示を受けながら、はいコメントを読むという、とんでもないことをやらされてまして。すいません。ね、本当に、聖徳太子以来ですよ。本当に。なので、カナダさんは、あの、自分のタイミングで喋っていただいてて大丈夫なんですよ。私がな、大丈夫ね、聞いてないわけじゃないです。ちゃんと聞いてます。すいません、すいません。はい。はい。行きましょう。よし、じゃあ、行きます。はい。お準備できましたか準備できました。あら、はい。行きまーす。はい。お、どうぞ。お、上を向いて、おお、おおおお、くるくる回ってる。回った。なるほど。おお。あー、はい。ほう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 。どうぞ。おお。最後ね。はい。なるほど。あー。はい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 。はい。あー。あー。はい。はいはい。わかった方、わかった方。これ口頭で言うんですか、それともフリップですか。でも皆さんフリップで書いてください。書きましょう。さあフリップお書きください。どうぞ。いやこれはでもね正直当てたいっすね、あの、うん、感じるものありましたね。ありました。あカナダさん、そういう、うん、あの感性がねあるんですよ。やっぱりそのどちらかというと直感タイプなんだろうなっていうのが。カバさんに見えましたよね。伝わりました。やっぱ感性で生きてるんだなっていうのもだいぶ、はい、さすがです。はい。すごいな。それが降りてくるわけだ。僕もすぐ伝わりました。はい、あ、ウィムホーさすが、うん、もうあの吹っ切れたマドルンを見れてよかったです。嬉しい。なるほど。スイッチ入った。はい。じゃあちょっと行きますかね、はい、かけた人から。はい。じゃあ、一斉に行きますか。アノンちゃんから行く？あ、じゃあ私から行きましょう。はい。はい、行きますよ。はい。はい。はい。ドドン。白鳥イメージと。あー。どうでしょうか。まだ答えは分かりませんが。なんかこ う、ね、はい、羽ばたいてる感じがあったの。イメージありましたね。はい。白鳥にしました。なるほど。うん。レンゲちゃん行きましょう。はい。行きます。せーの。ドン。飛行機雲と鳥2020初夏。おお、いいですね。サブタイトルが、はい。私も結構羽ばたいてる姿。を見えて、うん、その上にまたもう青空がもう青空までもがちょっと見えてしまったので、うん、あの初夏というのと飛行機雲というのを添えさせていただきました。わかるわかる。素晴らしい。うん、うん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 。カナダさん参りましょう。はい。僕はですねやっぱり先ほどの動きを見てるとそのなんていうんですか駆け抜けてるこのなんかこうバーッと駆け抜けてる感じ、うんうん、何かに対してものすごいこう反発してる感じ、う
その時代の流れ、時代を駆け抜けたっていう意味ではもう坂本龍馬なんじゃないかな。またはい。坂本龍馬。ここでもまたという。今日はこれ、はい、それだけ持ってきました。ひょっとして。一度ですね、これを履けます。そうしてください。そうですね。その方が一度ですね。うん、はい、ええ。もうあの、すいません。フィギュアスケートで。フィギュアスケートか何か。はい。フィギュアスケート。浅田真央。浅田真央。はい。浅田真央。イメージ。はい。浅田真央でございます。はい。僕はもう広がって、でもギュッてこう、だから絞られてるようなところもあったんですよ。うんうんうん、なので、ドラム式洗濯機。なるほどね。ギュッて絞られてる。こう T シャツでギュッと絞られてる。いかがでしょうか？どうなんでしょうか？コメントもたくさん来ております。ハンナちゃんから、今日は龍馬一本で行くのね、カナダさん。もう龍馬は捨てました。次から違う流れになりますので。はい。すいませんでした。それでは、はい、参りましょう。浅田真央、飛行機と、はい、飛行機と雲と鳥か。2020初夏、ドラム式洗濯機に白鳥。まどかさん、まどるん、正解はあるんでしょうか？みんな間違いぜよ。あれ今、坂本土佐弁でしたね、今。完全に。龍馬出てきたって。龍馬ちょっと龍馬入ってましたね。なんか龍馬いたよ、今。はい。正解は？ちょい龍馬入ってましたね。はい。大好きな綿あめ。難しい。大好きなんて何？大好きな綿あめです。ちょっとごめんなさい。むずすぎません？このゲーム。わかりやすかったんですけどね、はい。マドルンをちゃんと理解してください、皆さん。これで分かったんです。確かにマドルン理解は。なるほど。別に食べ物じゃないって言ってませんよ。はい、だそういうのを想像をもっとマドルンの中に入ってあげて想像を膨らましてください。わかりました。はい、確かに僕はマドルンが理解してなかった。はい、まだね、幅が狭いです。みんなもっともっと間口広げてください。わかりました。はい。マドルンはテキーラ1本やってるんですかね？やってません。シラフでこれです。シラフでやっ、すごいな、マドルン。マドルンはシラフでこれです。はい。2問目いきましょう。はい、はい。お願いします。お願いします。じゃあ。すごいな、マドルン。はい、シラフで家でやってます。はい、シラフで家ですよね、はい、自宅で。はい。そうです。うわ。あ、すごい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 。あら、あちゃちゃちゃ。おお。熱い。あ、たたた。あちゃと。以上です。おお。うわあ。すごい。ちょっとこれはレンゲとアノンちゃん、これはちょっと正解してほしいわっていうのがあるんじゃないの？傑作ですね。難しいです。わかりました。んで、池ちゃんとカナダさんはやっぱりこう男性のちょっと部分から、女性が考えそうなやつにちょっと脳みそをバンとこう切り替えてください。ね、あ、女性が考えそうな。そう、大好きな綿あめだったんですよ、さっき。確かに。はい、これはちょっとせめてあの近づいていってほしい。さっき全然違うもんね、マドロン。さっき全然違うさ。だいぶ変えたんで、ちょっともっと視野を広く。してほしいよね。視野を広く？広くです。じゃあ、レンゲできた？はい、レンゲ行こう。今回はシンプルに行きました。うん。雑木林。レンゲも独、レンゲ独特じゃないですか。そうやね。レンゲが独特や。まずあれはもう見るからに雑木林だなって3秒後ぐらいに思いました、私は。うんうんうん、もうそんなに壮大なデカさ。はい。なんか雑木林みたいな。はい。雑木林みたいな。雑木林みたいな感じ。よし。いけちゃん行こう。はい。ちょっとマドルに寄せました。今朝作った目玉焼き。はい、あ、そうそう。そう。
こういうことですよね。そういうことなの。こういうことや。なるほど。そういう感じなのよ。なんか、まあ、熱々いってパカって最後開いてる瞬間みたいなのあったんですよ。マドルンってそういうとこあるの。やっぱマドルンこうっすよね。マドルン分かりましたよ。え、じゃあちょっと寄せ忘れたんですけど、はい、それでいきます。じゃじゃん。風の中のタウシカ。あ、ナウシカ。じゃタウシカ。谷でもなく。ナウシカね。あれ風の中の谷でもなく、はい、谷もないよ。風の中のナウシカね。風の中にナウシカがいるって待ってる感じがあったので、うん、風の中のナウシカにしました。あー、なるほど。待ってる感じがね。はい。さあ続いてカナダさん参りましょう。カナダさん、あれ、なんかちょっと、はい、お願いします。大丈夫ですか。はい。やっぱりその、すごくね、なんか動きに情熱を感じたんです。はい。私ですよね。参りましょう。はい。はい。はい、僕ですよね。はい。もちろん。はい。あの、すごく情熱を感じたんですよね、動きに。なんか本当にその、大好きなんだなっていう、この踊りというか、うん、その情熱がすごいもう爆発してたんで、あの、岡本太郎っていう。爆発してる。はい。芸術や。もう芸術は爆発だと、そっちの人を表現した。はい、人表現。人表現。人表現、もしくは坂本流れでの坂本一世っていう。一世。あの、はい、坂本流れ、坂本だけ残しの一世。やはり岡本太郎で行かせてください。すみません。わかりました。はい、岡本太郎、雑木林、はい、風の中のナウシカ、今朝作った目玉焼き、うん、視聴者からは、恐竜ポップコーン、スーパーヒーロー、プテラノドン、嵐の中、祭りというような、ご意見来ております。なるほど。さあ、それでは正解いきましょう。マドルン、正解は？みんな間違えぜよ。ちょっとやっぱり龍馬が入るんですね、毎回。その龍馬。ちょい龍馬。正解は、はい、じゃじゃん、昨日のポップコーン。うわぁ、昨日のって何？視聴者の方いましたね。いや、昨日のです。昨日のがついてないと。昨日のがついてないか。昨日のポップコーンっていうのは、その食べたということですか？いやいや、もうそれはもう想像にお任せします。すごい。いや、そこ想像にお任せされてもなんか、いや、食べたのかどうかちょっと確認はしたかったんですけど、それを表現したってことですか？もう全部、はい、そういうのも動きで表してた。ああ、なるほど。なんか、ポンポンポンみたいな、そういう弾ける感じは一切なかったんじゃないかなって思うんですけど。ごめんなさい、なんかこんな、いや、はい、そんなこと言う必要はないと思いますけど。だから結局、マドルンを分かってないと、何かつくんですよ。一筋縄ではいかないと思ってる。私の好きなとかね。なるほど。はい、昨日のとか。何々の。なるほど。何々の。なるほど。はい、わかりました。なるほどね。水色のシャツとか。なるほど。ああ、なるほど、はい。青色のスカーフ。ーそういうこと。ああ。はい。何色の。髪だれの。はい、何色の何は山里さんですよね。昼なんですの山里さんですよ。そうですね、そうなったらね。何色の何方式ですね、いわゆる。そうです。あ、なるほど。わかりました。サミダレのあ、もう大丈夫です。サミダレのやつはもう大丈夫です。大丈夫。はい、大丈夫です。すみません。さあ、それでじゃあ、マドルン行きましょう。はい。はい、お願いします。お願いします。最終問題でございます。最終問題ですね。はい、最終問題、はい。よし。これは当ててほしいですね。じゃあ最後。はい、絶対当てよう。当てたい、当てたい。わかりやすいのでいきます。はい。よし。いきます。あ、わっ。これは。これはもうわっ。お書きください、どうぞ。イエーイ。
あ、わかった。はい。いや、これはどうかな。さあ、これ池ちゃん行きましょう。はい。もうマジ行きますよ。はい。生まれたてのひよこ。そういうこと。そういうことなんです。はい。そういうあの表現として最高です。それでいいんです。ひよこだけじゃダメです。生まれたての。そうですよね。はい。そうです。オッケーです。オッケーです。はい。礼儀いきましょう。はい。ちょっと長くなってしまいました。いきます。全然いいんです。お風呂のお湯流した最後の流れるガーってやつ。はい。そう、そういうことなんです。あ、そういうことだった。そういうことなんです。はい。普通がダメなんです。一筋なんです。そうです。アノンちゃん、はい、そういうことですよ。いきます。じゃじゃん。今にも負けそうな紙相撲。そういうことです。紙相撲だけじゃダメなんです。負けそうなとか、そういうのつかなきゃいけない、ね。はい。はい。はい。カナダさん参りましょう。はい。いきなりのステーキ。そういうことです。ただのステーキじゃダメなんです。なるほど。いきなりじゃないとダメなんです。はい、いきなり感はありました。バブバブバっていういきなり焼かれた感じのステーキの感じがありました。こん中答えあるんじゃないでしょうか。答えは。みんな間違えぜよ。ユーモアは何の？ユーモアだけ知りたいし、理由を。正解何？欲しい。正解は。はい、大好きなカニ。うっそー。時計とカニ。大好きなか。待ってください。カニ感ゼロでしたよ。カニあと、これ、ハサミ欲しいっすよ。ね、ハサミとか。ハサミ、カニのハサミの表現じゃないんです。カニのね、表現は。ゲームじゃないんですよ。そうね。そうです。ジェスチャーゲームって言ってないですか。自分の創作ダンスです。か。なるほど。そっか。飽きませんでしたね。これ、まだまだマドルンのことを分かってないので、これは、継続してやっていきましょう。これ、継続してやっていく、はい。いや、これ、当たる日ないと思いますよ。当たらんて。いや、このメンバーでやります。このメンバーで。いや、ここですか。いやいや。マドルン、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでございまして、そろそろエンディングでございます。ここで、吉本坂46からのお知らせでございます。5月の31日日曜日から吉本坂46のショールーム企画チーム対抗オリジナルグッズ制作券争奪イベントを開催中でございます。優勝チームには缶バッジとですね、英語版のステッカーの2種類、オリジナルグッズ制作されるスペシャルイベントとなっております。イベントの期間でございますけども、5月の31日の日曜日夕方の6時から6月7日、日曜日21時59分まで、優勝チームの発表は6月9日21時、からの、この番組吉本坂46のおうち時間も笑わせろの中で発表されることになっております。皆さん応援よろしくお願いいたします。獲得ポイントはですね、真っ赤な春リコットということで、獲得ポイント141万9571ポイント。真っ赤なハルリコットさん、メンバー、ヤギさん、藤井さん、ロッシーさん、梶原さん、比嘉さん、これがトップチームでございます。すごい。素晴らしい。ぜひ応援よろしくお願いいたします。そして今夜の2時5分からテレビ東京で、吉本坂46が売れるまでの全記録、シーズン2の放送あります。そちらもぜひチェックしてみてください。はい、さあ、というわけでお別れの時間ですが、次回は6月の5日でございますね。6月5日金曜の配信予定となっております。はい、2期生深掘りスペシャル最終回という企画でございます。吉本坂46のルームにぜひ遊びに来てください。というわけで、マドルンの、創作ダンス、またね、違う企画で今度はレンゲバージョン、そしてアノンちゃんバージョン、いろいろダンサーの人にも、いろいろ創作ダンスもやってみたほうがいいなと思います。まだ続くんや、創作ダンス。はい。で、池ちゃんとカナダさんは据え置きの回答者ということ。なんで僕ら据え置くんや。でもちょっと今後はですね、ちょっと坂本龍馬は外しておきます、今後は。はい、ぜひお願いいたします。皆さんそう思っております。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい。失礼しました。さあ、というわけでございまして、今日はこの辺で、バイバーイ。バイバーイ。